Online battle では君のパートナーってどのポケモンだっけ？今回のサポートセットを選んでね。どの応援が好みかしら？楽しんでいきましょう。私はいつも感覚で決めてるけどね。どの攻撃でフェーズが変化するかだんだん分かってくると思うよ。
私はいつも完成。そのポケモンは君のバトルイメージに応えてくれそうだよ。共鳴ゲージが爆発だよ。攻めるなら今だね。
始まるよ。張り切っていこう。いつも通りやれば大丈夫。パワーアップしている今がチャンス。共鳴ゲージが上昇したよ。エネルギーが発生しているみたい。共鳴ゲージはまだ半分か。エネルギーを取ると共鳴ゲージが溜まるよ。バトルするポケモンを選んでね。今回のサポートペットを選んでね。どの応援が好みか。それじゃよろしくね。どっちのサポートで行く？私はいつも関係ない。そのポケモンは君のバトルイメージで答えてくれそうだよ。今ならバーストできるよ。
分のポケモンを信じて頑張ってみて。パワーアップしている今がチャンス。相手の共鳴分子が増加したよ。私のおかげかな。バトルするポケモンを選んでね。サポートセットを決めるのって悩む。どの応援が好みかな。楽しいバトルになるといいね。どっちがサポートで行く？私はいつも。そのポケモンは自分のやりたいことに答えてくれるよ。次も期待していい？ラウンド2。バトルを楽しむことが大事だよ。自分の攻撃でフェイス変化を起こすと共鳴ゲージが溜まるよ。フィールドフェイズから仕切り直したね。今のバトルは面白かったよ。次も期待していい？自分のポケモンを信じて頑張ってね。共鳴ゲージが増加したよ。自分の攻撃は避けづらいからガードをするのはいいよ。
パートナーってどのポケモンだっけ？今回のサポートセットを選んでね。応援スキルは何ですか？楽しんでいきましょう。始まるよ。張り切っていこう。ラウンド1バトルを楽しむのも共鳴バーストするには遠いな。共鳴ゲージが上昇したよ。相手の共鳴ゲージ
次もこの調子でいっちゃおう。私も魔術が強くなれるかな。よし、サポートを呼べるよ。表面ゲージ満タン。今ならバーストできるよ。フィールドフェーズから仕切り直したね。次もこんな試合ができるといい。バトルするポケモンを選んでね。セットを決めるのって悩むよね。応援スキルはない。それじゃよろしくね。始まるよ。張り切っていこう。スピードを生かすためにフィールドを動き回ろう。照明ゲージが上昇したよ。待ったよ。
共鳴ゲージが溜まるよ。相手の共鳴ゲージが増加したよ。バトルするポケモンを選んでね。今回のサポートセットを選んでね。どの応援が好み？オッケー。よろしく。始まるよ。張り切っていこう。 相手のスピードが速いね。壁際に追い込んでる。次もこの調子でいっちゃおう。自分のポケモンを信じて頑張ってるね。共鳴ゲージ満タン。今ならバンドできるよ。やった。3組に勝ったよ。一旦冷静になることも大事だよ。
調していっちゃおう。ポケモンを選んでね。今回のサポートセットを選んでね。応援スキルは大事。オッケー。よろしく。私はいつも感覚で決めてるけどね。どの攻撃でフェーズが変化するかだんだん分かってくると思うよ。
ントで行く？私はいつも感覚で決めてるけどね。ブロック攻撃は青い間だけ。相手の攻撃に耐えられない。どっちのサポートで行く？私はいつも感覚で決めてるけどね。そのポケモンは自分のスタイルを見つけることが大事かな。共鳴バーストするにはまだ遠いな。サポートゲージが溜まったよ。次も期待していい？ラウンド2。さあ、頑張っていこう。相手の共鳴ゲージが増加したよ。よし、サポートを呼べるよ。しているみたい。共鳴ゲージが上昇し、いつでも共鳴バーストできるよ。通常攻撃はブロック攻撃に負けちゃうんだよね。
パートナーってどのポケモンだっけ。今回のサポートセットを選んでね。応援スキルは何にした。楽しんでいきましょう。次のラウンドはいただいちゃおう。緊張しないで楽しんでいこう。どっちのサポートで行く？私はいつも感覚で決めてるけどね。
次のラウンドはいただいちゃおう。今のバトルは面白かったよ。次も期待していい？ポケモンを信じて頑張ってみて。Yeah.
増加したよ。次も同じサポートで行く？ラウンド2。自分のポケモンを信じて頑張ってみて。攻めてくるよ。気をつけて。リードされちゃったけど。よし
次も同じサポートで行く？ポケモンを選んでね。今回のサポートセットを選んでね。どの応援が来た？楽しんでいきましょう。ではどんな作戦を立ててくるのかな。このバトルリングはどうなるかな。壁に気をつけてね。地道にガード
Yeah.
分のポケモンを信じて頑張ってるね。次も同じサポートで行く。自分のポケモンを信じて頑張ってね。ポケモンを選んでね。サポートセットを決めるのって何の応援がこの OK よろしくね。私はいつも感覚バランスがいい相手の時は自分のペースに飛んでいっちゃう。誘導が強い攻撃
緊張しないで、楽しんでいこう。
ポートでいく？次も同じサポートで行く？次のラウンドはいただいちゃおう。緊張しないで楽しんでいこう。Thank you.
次もこの調子でいっちゃおう。今ならバーストできるよ。サポートゲージが溜まったよ。
戦を立ててくるのかな。どのポケモンだっけ？サポートセットを決めるのって何？どの応援がこの…それじゃ、よろしくね。ではどんな作戦？そのポケモンは次のバトルイメージに応えてくれそうだよ。すごい、もうこんなにリードしちゃった。よし、パワーアップしている今だ。次のラウンドも楽しんでいこう。さあ、サポートラウンド2。自分のポケモンを信じて頑張ってね。
ケモンを信じて頑張ってみて。緊張しないで、楽しんでいこう。このバトルリングは広いね。うまく切れば浮かせるといいかも。エネルギーが発生しているみたい。あれを取れば共鳴ゲージが増えるよ。次も同じサポートで行く？Thank you.
トルになるといいね。始まるよ。張り切っていこう。自分の攻撃でフェイスヒットを起こすと共鳴ゲージがたまるよ。サポートゲージが次もこの調子でいっちゃおう。ラウンド2、自分のポケモンを信じて頑張ってみて。共鳴ゲージが上昇したよ。次もこの調子でいっちゃおう。ラウンド3、さあ頑張っていこう。ちょっと危険だけど、クリスマル発生。ブロック攻撃で通常攻撃を防ぐね。一旦冷静になること。共鳴ゲージが上昇したよ。
張しないで。楽しんでいこう。Round one. Go. 他のポケモンにはない独創的な攻撃を生かしていこう。次も同じサポートで行く？君のパートナーってどのポケモンだっけ？サポートセットを決めるのって悩む。どの応援が？それじゃよろしくね。ではどんな作戦を立ててくるのかな。このバトルリングは広いね。うまく広さを果たせるといいかも。共鳴ゲージが上昇したよ。エネルギーが発生しているみたい。あれを取れば共鳴ゲージが増えるね。通常攻撃でつかみ攻撃に勝ったよ。
サポートセットを選んで、どの応援が楽しいバトルになるといいね。私はいつも感覚で決めてるけどね。
サポートで行く？ラウンド2バトルを楽しむことが大事だよ。地道にガードしていこう。かなりリードされちゃったけど、次も同じサポートで行くぞ。バトルを楽しむことが大事だよ。共鳴ゲージが上昇したよ。今の攻撃は遠くなら移動していれば当たらないよ。いきなりバーストなんてやる気だね。エイトルさんが苦手ならファイトに専念してみたら。どっちのサポートで行く？私はいつも感覚で決めてるけどね。ラウンド1バーストアタックは強力だけど、バースト中一度しか使えないの。地道にガードしていこう。まだまだいけない。ここは昔上昇したよ。ここは昔、自分の攻撃
ージが増加したよ。エネルギーが発生しているのか。あれを取れば共鳴ゲージが増えるよ。始まるよ。張り切っていこう。ラウンド1、自分のポケモンを信じて頑張ってみて。表面ラウンドで攻撃をガードした後は攻撃チャンスを。今の攻撃はThank you.
く？私はいつも感覚。相手の苦手な距離を狙ってみよう。共鳴ゲージが上昇したよ。サポートゲージが増加したよ。もうすぐガードクラッシュできそう。サポートを呼べるよ。信じて頑張っていて。パワーアップしている今がチャンス。フィールドに大きなエネルギーが発生している。